えたカードです。アイカツフレンズ輝きのジュエルスタート。解き放て炎の輝きを、ルビーのジュエリングドレス。私たちの新しいアイドル活動がスタートするよ。わあ、新しいアイカツは光り輝く宝石のドレス、ジュエリングドレスが登場だ。この4枚のアイカツカードが私たちアイドルに欠かせないアイテム。カードをアイカツマシンにスキャンしてドレスアップ。お気に入りのドレスでゲームをスタートしてね。歌とリズムに合わせてボタンを押せば憧れのアイドルになれるわ。この輝きは？ジュエリングドレスを着ているとアイドルの輝きにジュエルが反応してジュエリングアピールが起きるのさ。すごい、光り輝いてる。ゲームが終わったらあなただけのアイカツカードが作れるわ。アイカツ化してゲームデータの保存やマイキャラを作ってどこでもアイカツできちゃうよ。アイドル活動どーんと来い。そして輝きのジュエルから新しく登場するフルコーデカード。なんと1枚のカードでトップス、ボトムス、シューズ、アクセサリーがドレスアップできちゃうのよ。すっごい豪華。カードイラストはアニメイラストになっていて一部書き下ろしもあるわ。こっちのカードも集めなきゃだね。そしてアイカツに欠かせないのがブランドドレス。私のブランドシュガーメロディーからもジュエリングドレスが登場。このドレスで私も光り輝きたい。私のマテリアルカラーのジュエリングドレスも誰にも負けない輝きを放つわ。私のブランドはどんな色にも消されない情熱の赤、ヘブンリーパフューム。この他にもアイカツには個性たっぷりなブランドがいっぱい。あなたも好きなブランドを見つけておしゃれなコーデを楽しんでね。みんなも輝こう。光れ輝け、これが私のアイカツ。データカードパスアイカツフレンズ輝きのジュエル1弾3月28日スタート。1弾でアイカツパスを使って初めてプレイすると必ずヘブンリールビートックスがもらえる。ここからはグッズを紹介するわね。まずはアイカツカードを収納できるアイカツバインダー。私のバインダーとピュアパレットのバインダーが登場さ。アイドルデビューセット、これがあればすぐにデータカードパスアイカツフレンズで遊べちゃう。シュガーメロディーとマテリアルカラーの2種類よ。アイカツカード付きグミが登場。キラキラカード仕様でグミの味はオレンジ、とっても美味しい。私とアイネのコレクションドールも登場。この商品でしか手に入らないオリジナルアイカツカード1枚付き。私たちのチビぬいぐるみも発売されるんだって。すっごく可愛い。一緒にお出かけしたくなっちゃうね。響さんとアリシアさんも入った夏らしいデザインの巻き巻きタオル。ビックロ卵も発売中。入浴剤が溶けると中からキラキラシールのついた指輪が出てくるわ。私たちがラバーマスコットになったよ。とってもキュートな私たちをゲットしてね。アイカツシリーズのブランドショップアイカツスタイルからは私たちとお揃いのヘアアクセや店舗限定の SD ハンカチなどが続々登場。東京駅キャラクターストリートに遊びに来てね。私たちが歌う曲の CD も発売。みんなで歌って踊ってアイカツ頑張ろうね。ファンブックも3月28日に発売予定さ。書店でゲットしよう。